今日のキックオフ静岡はジュビロ新加入選手を徹底深掘り。皆さんこんにちは、高橋海人です。14年ぶりに J リーグに復帰した元日本代表川島選手を直撃。さらに2年ぶりの J1 を戦うジュビロでブレイクが期待される2人の若手を徹底取材。それではキックオフ静岡、まずはこちらから。浜松市で行われたジュビロ磐田新体制発表会見。初の J1 に挑む横内監督に今シーズンの目標を伺うと、J1 リーグ今シーズントライします。まずは勝ち点40、ここをまず目標に我々戦っていきたいと思っています。それがどの時点で40取れるか分かりませんが、取れた時点でさらに一つでも上の順位を狙っていく、そういう覚悟で今シーズンやっていきたいと思います。補強禁止という厳しい状況を乗り切った昨シーズン、今シーズンは新戦力に期待がかかります。なんといっても注目は、お願いいたします。皆さんこんにちは、川島です。川崎に所属していた2010年以来、実に14年ぶりの J リーグ復帰となったゴールキーパー川島永嗣選手。横内監督は川島選手について、まあ英二の経験値っていうのは、日本人サッカープレーヤーでもやはり稀な存在だと僕は思っています。しかもゴールキーパーとしてヨーロッパで13年、そういう意味ではその全てを僕はこのジュビロ磐田というクラブに還元してほしいというふうに、彼には思っております。そんな大きな期待を受ける川島選手を会見直後に直撃。まずジュビロからこうオファーが来た時っていうのはどんな心境だったんでしょうか。そうですね、結構もう最初の段階で自分の中でかなりイメージできるなっていうのが強くて、まあ俊哉さんから直接話をもらって、まあ、いろいろ考えたときに、まあ、やはりジュビロの、 そのクラブとしての魅力もそうですし、クラブとしてのこれからのポテンシャルもそうですし、まあ、あとは、まあ、横さん、俊哉さん、吉勝さんといういる、ね、こうスタッフの方たちも含めて、もっともっとこう成長できるチームなんじゃないのかなっていうのが、その決断の要因かなと思います。まあ、横さんに関しては、2019年のコーパアメリカの時から、ね、代表で一緒にやらせてもらって、その当時僕は38歳ぐらいですかね、まあの自分に対してもしっかりこう、まあ、怒ってくれたというかアドバイスをくれたので、まあ、やはり常にフェアに見てくれると思いますし、まあ、これから始まるチームの競争も含めて、フェアに見てくれて自分に対しても正直いろんなことを言ってくれると思うので、まあ、自分にとってもいい、まあ、機会になるのかなっていうのを思います。静岡のサッカーを全力サポート、キックオフ静岡。今日のゲストは元ジュビロの鳴岡翔さんです。ゴールキーパー川島選手の加入はビッグニュースでしたね。そうですね、びっくりしましたけどね、はい、まあ、海外から帰ってきて久しぶりに、まあ、彼自身もすごく気合は入ってるだろうし、まあ、あとは監督との、ね、つながり、あるいはこう経験もあると思いますし、うん、最後尾から本当安定したプレーを期待したいですね。J リーグにもう一度挑戦する気持ちっていう話されていましたし、鳴岡さんの川島選手と交流があるということですね。そうですね、世代別の代表で一緒にプレーしていますけれども、うん、まあ、彼は本当に、ね、練習に、ね、取り組む姿勢であったり体調管理というのも本当にしっかりしているので、この年までやれていると思うので、うん、まあ、本当にプレイヤーとして本当に結果を残してほしいなと思いますね。で、まあ、今回川島選手含め新加入が15人、この補強は鳴岡さんどうご覧になってますか。対談した選手と比較しても、まあ、本当バランスよく補強したなと、またポイントでしっかりいい選手を補強してるんじゃないかなと思いますけどね。中でも注目は、まあ、本当川島選手もそうですけれども、僕個人としては平川選手、お中盤の選手でテクニックがあって、攻撃を引っ張っていってくれるんじゃないかなと思いますけどね。そして今シーズンの目標として横内監督が勝ち点40を挙げましたけれども、その
あたりの印象はいかがでしょうか。本当現実的に考えて残留っていうのが一つの目標で、そこが40っていうところで設定してると思うんですよね。そこからさらに上を目指すんじゃないかなと思います。はい、そのジュビロ磐田の特別企画です。 J1 でのブレイクに期待が集まる若手2人を取材しました。おみくじ良かったけどな、今年。まだおみくじ引いてないです。2年ぶりの J1 を戦うジュビロでブレイクが期待される20歳の2人。静岡学園出身、変幻自在のドリブラー古川栄之介、そして磐田市出身、抜群のセンスで中盤を支える藤原健介。そんな2人をキックオフが直撃。なんかある、いけぞ、ほんまにうる覚えっていうか、このおあの子かみたいな子がめっちゃいて、同窓会とかもあって、おちゃらけた、結構ちゃらけたね。初めて俺ができた彼女の子がいて、中1の時に、めちゃくちゃ絡んだわ。ダサダサ、なんで俺に喋ってくれへんのみたいな。しんどいわ。今考えただけでちょっとしんどい。もうしんどい、もうしんどい、ちょっとしんどいわ。同窓会行った？同窓会も式も出て、同窓会は端っこで座ってたかな。そうやろ、幹事じゃないのに幹事の手伝いしてた俺。やることなさすぎて。ベストプレーは俺はあれかな、天皇杯の負けた試合のヴィッセル戦、ヴィッセル戦の、あれね、股抜きシュートみたいな。そう股抜きはあんま狙ってなかったけど、ここを体の流れ的にああやって持ってて、ああいうのが増えればマジでいいなと思います。自分は、秋田戦のゴールが一番いいゴールだったかなと思うし、ね、あれ実は結構体きつくて、で思いっきり振ろうとも思ったんだけど、ちょっと足きついからふかしそうだなと思って、なんとなくゴールで蹴ったら入ったっていう、めちゃくちゃ良かったよね。その後のゴールした後、コウ君に頭ガシって掴まれて、そのまま投げ飛ばされて、あれで足つりました。あそこで。知らんかったんけど。あそこで足つった。けど、そうやってワシャワシャしてくれるのめっちゃ好きよ。嬉しいね。そうですね。3年目だし、20歳だし。3年目は甘やかされないと思うんで、こう途中からとかじゃなくて、最初からスタメンで出て。私生活はプライベートとか。プライベートはもうそう、体はもうしっかり作りながら。いやもういい、プライベート。プライベート、彼女欲しいかな。一緒寮2人とも出るから、ちゃんとそういう料理とかも考えて。絶対しないやん。やっていきたいけどね。絶対しないでしょ。部屋掃除してくれる人おらんかな。募集して俺の部屋掃除したい人。住所ここです。終わりや、終わり。その後2人が向かった先は袋井市の八田山村営寺。何お願いした？俺は今年怪我なくとりあえずやれるようにってことと、活躍できるようにって。そうですね、以上です。あなたは？本当に去年怪我して、悔しい思いもしたから、今年は本当に怪我なくと、陽介健介でしっかり試合に出て活躍できるようにと願いました。はい。見ます。せーの。何これ？どこ？基地や、小基地や。多分うまくいかない。これさ、末小基地じゃない？お前、末小基地か基地やったらどっちがいいですか？よしよしよし、やっぱ俺今日今年やわ。こっから巻き返していくんで、全然もう自分次第ってことやな。自分次第なんでね、あとは。大体さ、大体のものがやるのは自分なんだよね。それはさ、続いては藤原選手が子どもの頃から食べていたというあれを古川選手が初体験。数え切れないほど。むせやん。でもちっちゃい頃から本当に。おお。
それは県西部ではおなじみ、八田さん名物、厄除け団子。じゃあ先どうぞ。じゃあいただきます。はい、うわもうちぎった瞬間にわかる。うまいわ。はい、や、おいしい。うまい。まだや。まずこのもう木の刺さり具合がおいしそうですね。無理、早く。無理。うんうんうん。噛めば噛むほど結構味が染み込んできて、あんことの餅とのこのハーモニーが踊り狂ってるような感じで。八田さんからパワーをもらった2人に今シーズン要注目です。いや、鳴岡さんのお二人、はい、仲良さそうでしたね。そうですね。本当オフならではの企画で見てる方も楽しめたんじゃないですか。うん、彼女募集中って言ってましたから。本当かなと思いますけどね。まあ可愛らしい一面もありましたけど、まあプロ3年目というとこう求められることも増えそうですね。まあ本当試合に絡んでしっかり結果残して、まだ今後のね自分サッカー人生を設計していく段階でありますから、まあ覚悟はあると思いますね2人も。食リポはもうちょっと経験値が必要でしたけれども、ね、まあ3年目は甘やかされないと本人も言ってましたね。そうですね。まあそういう中でね、あの開幕も楽しみなんですが、来月下旬に開幕する J リーグジュビロ磐田の初戦の相手は去年の J1 王者ヴィッセル神戸、その戦いぶりに注目です。続いては藤枝マイ FC、 須藤監督も気合十分です。こちらです。今週月曜、新年初練習を行ったマイ FC。 練習後には新体制発表会見。札幌や鳥栖など J1 クラブからの実力者を含む10人が加入しました。で、今シーズンの目標はやはりもう周りが何と言おうと我々は J1 昇格を目指していきます。中でも注目は静岡学園出身、朝倉蓮選手。今シーズンは得点アシストでチームを勝利に導きます。サッカー以外のアピールポイントを聞かれると、みんなからどう思われてるのか分かんないですけど、まあ、実は結構可愛いところはあります。高校時代を過ごした静岡への思いは、再びこの地でプロ選手としてのキャリアをスタートできることをすごい縁を感じて、まあ、この地でまた活躍したいなっていう思いです。この後は高校サッカー新人大会超速報。新チームとなり初めて県のチャンピオンが決まる高校サッカー新人大会。前回大会ではゴールを襲いかかる9番西岡、シュートを放ちました。決めた。先制点は浜田高校。決勝で静岡学園を破った浜田が19年ぶりの王者に。シード16校と各地区の予選を勝ち抜いた48校で争う一発勝負のトーナメント戦。今大会の注目校が、今年学校創立123年、シード校の沼津東。時は遡り去年の選手権県大会。この大会彼らは旋風を巻き起こすことに。強豪静岡学園の初戦は沼津東ということになります。沼津東高校は初めてこの決勝トーナメント進出が決まっています。一次トーナメントでシード校を次々と撃破し、創部初の決勝トーナメントへ進出。しかも3年生は受験勉強のためすでに引退。 1,2 年生だけで掴んだ快挙でした。相手が3年生ってことで、まあ、チャレンジャーという気持ちで一戦一戦臨んできました。初戦が静かに決まった時に、まあ、正直言って嬉しいという気持ちで、ここがベスト8入るための基準なんだということが分かりました。県内有数の進学校、そして部員全員が東部地区出身。躍進の裏にはある秘密が。それが垣間見えたのが練習中のこちらのシーン。ゴールの1個前のところで、まあ、ミスせずやってほしいなと思います。細かな指示を送るのはミッドフィルダーの山崎勇気選手。
他にも練習中彼をよく見ているとコーンを並べたり人数をチェックしたりと何かと忙しそう。その訳とは。戦術部というグループがあって練習メニューを考えたり試合のスタメンを考えたりしています。そう、チームの鍵を握る戦術部の存在。8人の戦術部員が中心となりその日の練習メニューや試合のスタメン、戦術までも決めているんです。山崎選手は戦術部のリーダー。その姿は監督そのもの。テーマとかを、全体に共有した後に、そこを克服できるような練習メニューを考えています。チームメイトからの評判とかどうですか？あんまり聞いたことないですけど。試合のスタメンも選手たちで決めるのが沼津東流。でも選手同士で揉め事になったりしませんか？ゆうきさん信頼してるからいろんな人が関わってくれてるし、それにやっぱ決められたってことは自分には何か足りなかったものがあるってみんな思ってるから。選手を陰で支える増山監督は、決めるということの責任感とか何かこう発言することの責任感っていうのは必ずプレーに出てくると思っているので、僕はいいんじゃないかなと思ってます、はい。常識にとらわれない選手主体のスタイルで新人大会でも快進撃となるか。選手一人一人の特徴とか個性を伸ばせるような戦術を考えてベストなプレーができるように戦術面からサポートしたいと思ってます。昨日開幕した高校サッカー新人大会、青の沼津東は初戦で赤の岩田南と対戦。前半3分、沼津東は9番斉藤が頭で合わせ先制。対する岩田南は32分、13番西川が狙うもキーパーの正面。試合はその後2点を追加した沼津東が勝利、2回戦進出を決めました。初戦で硬くなってしまう部分もあると思ったので、立ち上がりしっかり前線から激しいプレスをかけて、相手の勢いを追って点を決めようっていう話はしていたので前日からその練習はしていました。奈良岡さんもさすが進学校、頭を使ってサッカーするんだなって感じましたが、いかがでしたか？いや本当すごいですよね。やはりこういいチーム、いい選手っていうのは自分で考えて、それをまたトレーニングや試合で、出していくっていうところが必要になってくると思うので、本当練習メニューから考えるっていうのは、やっぱ客観的に自分たちの今のプレーっていうのを見据えた上でやられているので非常に楽しみですよね。監督と話したことあるんですけど、最低限のアドバイスだけで闘魂注入するだけなんですって言ってってすごいですよね。すごいですね。これを高校生でやるってもすごいですよね、そして新人大会の2回戦は今日行われました。注目試合の超速報こちらです。青のユニフォーム常葉大立花と白のユニフォーム福呂井が対戦。前半7分、立花は10番長橋がミドルシュート、先制点を奪います。その3分後にはコーナーキックのこぼれ球を6番杉山が押し込み追加点。後半は福井も攻め込みますがゴールには至らず、立花が3回戦進出です。先日の全国選手権に出場した静岡学園は白の浜松東と対戦。前半5分、静岡学園は味方のパスを受けた9番大木がドリブルで運ぶと自ら決め切り先制。するとここから大木が見せます。16分には8番今野のパスを受けると強烈な右足でこの日2点目。さらに静学が1点を追加し迎えた33分、巧みなトラップから最後は頭で合わせ、これでハットトリックを達成。静学の新ストライカーが大暴れし快勝です。
その他の結果です。東海大静岡商業が静岡城北に勝利、3回戦で静岡学園との一戦に臨みます。藤枝明誠と清水桜ヶ丘、島田商業と浜松開誠館が3回戦で激突します。去年の新人大会王者の浜名が加藤学園行修に勝利、また岩田東が浜松商業に勝利し3回戦進出を決めています。注目の沼津東と清誠の一戦は沼津東が勝利を収め3回戦進出、藤枝東と激突します。はい、鳴岡さん、静岡学園は新チームも勢いがありますね。すごいですね、14点は、はい、まあ、でも新人戦というのは本当にフレッシュなチームになって、また1、2年生がこう試合に出るためにギラギラしたプレーが多いんですよね。すごい楽しみですね。ニューヒーローも誕生する大会ですからね、うん、今年最初の王者は今月28日に決まります。さあ、来週のキックオフ静岡の企画ですが、清水エスパルスに新加入しました今回の全国高校サッカー選手権の得点王、市立船橋郡司陸選手の特別企画、さらに、新人大会注目校静岡学園に迫ります。ぜひご覧ください。鳴岡さん、この郡司選手は、はい、今日行われたエスパルスと高校生の練習試合で早速2ゴール上げたそうで す。ちょっとどこまでこうポジション争いに食い込んでくるか楽しみですね、まあ、高卒の選手としてやはり、ね、なかなか、ね、慣れるのは大変なんですけれども、こういった結果を出して開幕スタメンなど、ね、1年目で活躍してほしいですね。鳴岡さんも高卒1年目で活躍されてましたから、ね、ちょっとです楽しみです。鳴岡さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では次回も日曜夕方5時キックオフ。